ラーニア・アル・アブドゥッターは、現ヨルダン国王、アブドゥッター二世の王妃。クウェートで、パレスチナ人医師の娘として生まれる。ニュー・イングリッシュ・スクール、カイロ・アメリカン大学で経営学を学び、イラクによる、クウェート進行後に、ヨルダンに移住。大学を卒業後に1991年から、アンマンのシティバンク、NA に勤務。ある日、知人のパーティで知り合ったアブドゥッターと半年間の、 防災を経て1993年6月10日に結婚現在4人の子供がいるその美貌と知性から中東一の再演を歌われる社交界の花形であり国内外での人気が高く人脈も広いビジネスウーマンとしての経歴を生かし国内に女性のための職業訓練学校を作ったり 児童虐待防止計画を推進したりと社会的弱者の地位向上のために貢献している。2007年よりユニセフ親善大使として子供の地位向上のために務めている。2010年には自身の経験をもとにした絵本作品サンドイッチスワップを出版、売り上げは全てヨルダン国内の学校の整備に使われることとなっている。 名誉の殺人にも反対を表明している。一方で、王政を長らく支持してきた、ベドウィンの有力部族長らは、連名で国王に諸島を送り、王妃が政治に介入し、自らの権威取利益のために施設を建設したり、王妃の一族であるヤーシーン家の人間が、ヨルダン国内の農場や土地を不正に取得し、貧困層が多くいるにもかかわらず、 王妃の40歳を祝う誕生パーティーを盛大に行ったことなどを批判した。ヨルダンでは王族に対する批判はタブーである。ありがとうございます。